ブライアン・オルテガは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。グレーシー柔術アカデミー、ハンティントンビーチアルティメット、トレーニングセンター、ブラックベルトサーフィン所属。UFC 世界フェザー級ランキング2位。元アルフェフェザー級王者。カリフォルニア州ロサンゼルスで、メキシコからの不法移民の両親のもとに生まれ。 ロサンゼルス港湾地区のプロジェクトで育った。周囲では当時ギャングの活動が盛んであり、治安の悪い環境の中で、オルテガ自身もストリートファイトに明け暮れ、何度か警察の世話になっている。5歳からムエタイとキックボクシングのジムへ通う。13歳の時から、トーランスのグレーシー柔術アカデミーに通い、ヘナーグレーシーの指導を受けた。15歳になると、 アマチュア総合格闘技の試合に出場するようになり、17歳の頃からはボクシングを習い始めた。2010年、19歳でプロ総合格闘技デビュー。2013年12月、ヘナーからグレーシー充実黒帯を授与された。2014年1月24日、アレフェ・フェザー級王座決定戦でキヨニコ国と対戦し、2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2014年7月26日、UFC 初参戦となった UFC オンフォックス12でマイク・デラ・トーレと対戦し、スタンド状態からリアネーキドチョークを極め、試合開始99秒で一本勝ちを収めたが、試合後の薬物検査でドロスタノロンの陽性反応が検出されたため、カリフォルニア州アスレチックコミッションから9ヶ月間の出場停止処分を受け、 試合結果もノーコンテストに変更された。2015年6月6日、UFC ファイトナイト、ボチ VS、ヘンダーソンで、シアゴタバレスと対戦し、マウントパンチで三四股勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2017年7月29日、UFC214 でフェザー級ランキング9位の、ヘナートモイカノと対戦。キャリア無敗同士の一戦となったが、 3R にキロチンチョークで一本勝ちを収め、ファイトオブザナイトを受賞した。2017年12月9日、UFC ファイトナイト、スワンソン VS、オルテガで、フェザー級ランキング4位のカブスワンソンと対戦し、2R にキロチンチョークで一本勝ち。ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを同時受賞した。2018年3月3日、 UFC222 でフェザー級ランキング2位のフランク・エドガーと対戦し、右アッパーで 1RKO 勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2018年12月8日、UFC231 の UFC 世界フェザー級、タイトルマッチで王者マックス・ホロウェイに挑戦。ホロウェイの連打を耐えしのぎ、激しい打ち合いを繰り広げるも、4R 終了時に左目が塞がり、 ドクターストップで TKO 負け、王座獲得に失敗し、キャリア初黒星となったものの、ファイトオブザナイトを受賞した。2020年10月18日、約1年10ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、オルテガ VS、ザ・コリアンゾンビで、フェザー級ランキング4位のジョン・チャンソンと対戦し、スタンドの攻防で終始圧倒して3から0の5、R 判定勝ち。 アレクサンダー・ボルカノフスキーの持つ UFC 世界フェザー級王座への挑戦権を獲得した。2021年3月27日、UFC260 の UFC 世界フェザー級タイトルマッチで王者、アレクサンダー・ボルカノフスキーに挑戦予定であったが、ボルカノフスキーが大会1週間前に新型コロナウイルスに感染したため中止となった。 2021年4月2日、約2年半ぶりに放送が再開されたリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン29で、ブライアン・オルテガと共に、それぞれのチームのコーチを務めた。2021年9月25日、UFC266 の UFC 世界フェザー級、タイトルマッチで、王者、アレクサンダー・ボルカノフスキーに挑戦。 3R にギロチンチョークと三角締めを極めるものの、しのがれ、試合全体を通して劣勢に立たされて0から3の後、R 判定負け。王座獲得に失敗したものの、ファイトオブザナイトを受賞した。グレーシー充実黒帯の自責に裏打ちされた極めの強さと巧みなボクシングテクニックを合わせ持ったファイター。スタンドのボクシングでダメージを蓄積させてからフィニッシュに、 持ち込む展開を得意としている。ジャッジのポイントを意識した、グラウンドコントロールよりも関節技で極めることを重視しており、現代 MMA では珍しく、相手の下のポジションを取ることも厭わない。ありがとうございます。